はい、いつもご覧いただいてありがとうございます。今回は S クラスのディエゴですね。でこの方は結構ロビーまでちょいちょいお会いする方なんで、まあ胸を借りたい感じで配管でごっついコマドラが入れましたけど、お、冗談取りましたね。うん、これは絶対負けると思ったけどタイミングよく出せたみたいですね。うん、また上段を配管で取ったが、この上段 P もね、67H で取りたいですよね。まだ 67H は実戦では出したことないんですけど、あー、まあそううまくはいきませんよね。1勝1敗ですぞ。下段ホルトで張ってで始めてみたけど、あーでもここで、あ、抜けられた。配管であれ全部出し切りたかったですけどね。後々あの、3KP はちょいちょい受けられることになります。うん、負けちゃいましたね。いやー怖い。浴びせ蹴りからの、あー、クラウンか。おっしゃ、もう一丁配管のコマンド投げですね。あー、割り込めたけどそううまくいきないかないですよね。うん、負けるのか。あ、うん、下段をこすってフルセットですね。いやー怖い。タックルはガードできたけど、あ、投げてるね。サイド、あー、こんな感じね。うん、これ後々もっと投げられます。うん、タックルに変えたのは良かったけどね。ジャイアントスイングのコマンドをミスる。なんか投げてるぞ。お、下段、あー、うん、そうなんですよ。一勝できてすごく嬉しかったですね。はい、ここから地獄が始まります。3連戦です。はい、2戦目ですね。うん、中段 P 取りましたね。いやーお怒りというか、怒ってすらないと思いますけど、これで本領発揮って感じですかね。なんすすべもなく負けましたけど。あんま狭いとこで技を置く的な行動はよくなさそうですね。お、浴びせ蹴り当たったけど何やってんな。お、66Pで捕まえましたけど、お、これは嬉しいが投げれないよね。お、しゃがんだ。投げてたけどダメだね。今のダウン投げ、いやー、コマンドミス、何やってんのって感じですね、本当に。シャイニングウィザードと見せかけてしゃがみ出る人を投げたかったんですけど、甘かった。いやー、ちょっとしゃがみ下段投げ意識しすぎね。こんなことされるからね、あんまりいらんことしない方が。あ、でも、うん、2段目まで決まったら、うん、勝てますね。はい、2勝取りました。頑張れ俺。お、もう一丁いくか。おー、いった。さあ最後まで。ここはすげえ、うん、すげえ練習してるんで、うん、3段入りましたね。あら、まあ、
いやー今のもうちょっとなんかできた気がしますけどね。ああ、こう当たって下段でしたね、起き上がり。そうね、なんかこの空振りを狩られてる感じはすごいありました。どんどん来いや、はい、どんどん来いや、何度でもかかってきやがれってことなんで、うん、もう一回やってもらってます。おい、3戦目肘でよろけ取ったけど、このね、浮かせの後のね、あーまあ、シャイニングウィザード。浮かせの後のなんか、投げコンボができないんですよね。でも、46ホールドで、普通に投げてみた。うん。これは綱らしい勝ち方じゃないだろうか。だが、ここから始まる。あー、でも、頑張ってんね。抜けられた。二段目がね、結構、こう僕まだ遅いみたいで、もうちょい早く押してるみたいですね。おお、中段取る。うん、まあね、まあね。何個上？おお、OK で取られた。本当はね、6PP で止めたいんですけどね、6PPP になるんですよ、僕は。いやー、せっかくの狭いリングやから、もっとプロレスラーらしい戦いをしたかったが、こういう上手い人の目の前にしてはこういうことになります、ね。はい、次はもっとひどいですよ。開幕タックルで負けて、このあとダラニを見るものはなかったっていう感じですよ。空振し、あー、なんかね、ここでよくわからない下段の大エチ投げが決まるんですけど、うん、しかもね、これ当たるんですよ。まあでもね、こういうビビッ投げられて負けるっていうね、くっそしょぼい負け方をして、1勝2敗ですね。はい、何度でもかかっていきたいんですけど、まあこれ以上戦えないんで、またマッチングした時はよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンは、僕のチャンネル動画の、露出が YouTube 内ですごく増えるので、よければお願いします。無理には言いません。はい、あとあんたもうちょっとこうやった方がいいよっていうアドバイスがもしあるならコメントで教えてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。